吉江さん、70億人の奇跡ですね。まさにね、自分の身をこうやって振り返ってみると奇跡のようなことばかり起きているような気がします。昨日大阪、京都と行ったわけなんですけども、いきなり行ったわけなんですが、やっぱりそこにはね、一つのその速稼塾というか、私のことを求める人のこう輪が、呼びかけたわけでもなくて、ちょっとできたりとかね。あと、もともと大阪、京都に私がね、情報を掴んでいかないとなと思ったのも、結局はそういうふうな全国に散らばっている塾生さんから、いわゆるね、情報が渡されたからなんですよね。その他にも、その海外からこんな話がありますよっていうふうにね、例のロックダウンみたいなことをね、伝えてくださったりとか、非常に多かったですね。そのいわゆる万人受けするメディアに流れてこない情報が、そのマスメディアっていうものですか、マスコミってものに乗らないものが口コミってものによってダイレクトに寄せられるってことがね、そう多かったですね。で、信頼度っていうと、やっぱり信頼関係がある人から渡されている情報の方がやっぱり信頼もできるし、その信頼を壊さないために、独自の視点というかね、そこそこの裏付けが取れたものが渡ってくるってことで、私としてはですね、なんか判断材料がそのマスメディアとは全く違うところにもあるなということですね。だからその昨日ね、インフルエンサーが進めてくれてる情報とかっていうのがあって、で、私それ知らなかったんで、知らないですねって言ったら意外な顔されたんですけども、私ね、すでにインフルエンサーから情報なんて集めてないんですよ。もうインフルエンサーと言われる方から情報を集めていったのっていうのは40歳も入ってね、1年から2年目ぐらいのことで、その誰がインフルエンサーなのかもわからないぐらいなんですよね。ですので今はね、そんなに例えばチャンネル登録者数が10万人20万人とかいうのではなくて、チャンネル登録者数が10人以下の人の方が結構ね、広がらない貴重な情報を持ってたりするんですよね。そういうところにタッチできるのも、速稼塾その YouTube 発信のおかげなんだろうなと思います。それと対比するようにね、多くの方がちょっと気の毒だなと思うのが、幻想を信じてしまってるってところかなと思うんですよね。それはね、詳しくはどういうことなのかってことはちょっと言いにくいんで、ここでは割愛しますけども、多くの人はそういうふうに思っちゃってるんだ、だったらこうなるのも仕方がないよねっていう感じで見てるんですよ。この感覚って吉谷さんはね、お分かりいただけると思うんですけども、ある意味なんかこう気の毒ではありますね。哀れんでばかりではないんですけども、なんとかね、やっぱりこの自分の持っている情報の力、情報発信の力で、そういうふうなね、勘違いとか先入観とか基礎慣習のその犠牲者をね、一つでもちょっと救うって言ったらおこがましいんですけども、違う選択肢があるってことを伝えればなって思うんですよね。いやにしてもね、本当に同じ時間、同じこの地上で過ごしてるのに、なんでこんなにね、格差が生まれてしまうんだろうとかね、思ってしまいますね。格差があってしょうがないんですけども、ある意味それはどの情報を取り入れるかっていう、まさに個人責任、自己責任で生まれた格差なのかなと思っちゃうんですよ。私が麻雀屋から得た情報っていうのは、インターネットを通じて YouTube を通じて一人で稼ぐっていう方法でした。で、それをそのまんまやったところ、そうなったってことなんですよね。でもこれ、私が特別な情報を掴んだわけじゃなくて、無料で散らばってる情報を麻雀やりながら掴んだだけで、多分ね、麻雀以外のいわゆる一般社会にあるまともな会社ね、まともな会社に勤めてる人だったら、もっと高い教育が会社からなされていたりとか、取引先からもたらされていたりね、海外研修とか、海外っていうかね、社外研修とかで得れてるはずなのになとか、本当は何なんだろうなと思いますね。その辺ね、吉谷さんも会社を離れて自分が身をさらけ出して感じる社会の風と自分の中に吹いている風とのこの落差ってものをかなり体験してるんじゃないかなと思いますね。その辺についてどうですかね。いってらっしゃい。